サラダパンは滋賀県民やったら誰でも知ってるよな。大変、はい、おれおちゃんおしっこしてます。なんだって。皆さんこんにちは、チョコマロです。今回は滋賀県長浜市にあるスリアパン丸い食パン専門店に来てます。チョコマロさん、丸い食パンって珍しいですね。丸い食パンって聞いたことないやろ。はい、大概は四角ですもんね。ここのパン屋さんはな、テラス席があって僕たちワンちゃんも入れるんやで。今日はこちらで購入したパンをな、テラス席で食べようっていうことなんやで。なるほど。ところで今日はお二人ともお揃いのお洋服じゃないですか。最近お出かけしててもな、オレオを見て可愛い可愛い言わはんや。僕だってめっちゃ可愛いやろ。はい、チョコマロさんも可愛いです。まあ、鬼山くんに可愛い言われても嬉しくないねんけどな。お洋服をお揃いにしただけではダメですよ。はい、皆さん、鶴屋パンに到着したで。滋賀県ではめっちゃ有名なパン屋さんやで。おれよ、僕たちはここで待たしてもらおうか。僕たちお店の中入れへんからな、パパとママ二人で買ってきて。ちょっと待っててね。オレオのことは僕に任しといて。キルサンドで卵とサラダ。店内には有名人のサインが飾られてました。コーヒーを入れてる間にチョコマロたちには先に店の裏にあるテラス席で待ってもらってます。お水飲んだ？今日は暑いからな、めっちゃ飲んだで。オレオも飲んだ？どんなパン買うたん？早く見せて。パン買ったんで、卵はパパやな、ママはサラダ。はい、サラダパン。サラダパンは滋賀県民やったら誰でも知ってるよな。あ、おしっこしてる。ちょっと待って、オレオがおしっこしてます。大変、オレオちゃんおしっこしてます。なんだって。カートの中でおしっこしてます。ピンチ、これとこれで。はい、ちょっと待って。あ、パパの、パパやばい、ちょっと待って。パパのジーパン、パパのジーパン見て、これはおしっこ。オレオ、オレオ、オレオくん、オレオくん、パパのこれ、はい、オレオさんはまだ赤ちゃんですから仕方ないですね。動画的にも面白くなってよくやったぞ。はい、ほな、丸い食パンサンド、卵いただきます。他はね、卵ですね。卵サンドに卵が入ってる、当たり前の解説してるで。すごい柔らかい、ふわふわ。チョコマロとオレオに投げよう。ちょっと待ってな、待ってよ、ちょっと待ってな。さっきからちょっとちょっと言うてはりますけど、パンはたくさんちょうだいや。チョコマロさん、パパさんを信じましょう。本当にちょっとだけでしたね。チョコマロとオレオ行くよ。いただきます。もっと欲しいな。チョコマロダメを取ったらオレオのペースがあるんやからな。このペースでいったら動画の長さが1時間ぐらいになってしまうで。僕もそんな長いこと面白いことポン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 お話できへんで。チョコマロさんがそんな心配しなくても、パパさんがうまく編集しますから。ツルヤパン、後編の動画も面白いから見てな。よろしく頼むで。